このコーナーをお届けします。 TV ライブチャレンジ、イエーイ、出た出た、はいはい、何ですかこれは。毎回用意された様々な企画に挑戦していくコーナーです。うん、今回挑戦するのはこちらです。リコピンの公式お姉ちゃん争奪戦、姉御セリフバトル。リコチャレンジ、はい、どういうこと、どういうことだ。今回はですね、3バンドのメンバーが揃っていますよね。はい、しかも確かに、あやさちゃんとあいあいさんとレイチェル様頼れる姉御的存在。そうなん、はい、そうなん、最年少、リコピンの最年少やで、私。そうやな、アリサ、あれ、はい、あら、姉御や、姉御的存在です。アテキナ、そうやな。そこでですね、番組限定で小原莉子の公式お姉ちゃんを決定したいと思います。どうする、どうして、私だって妹欲しいけど。私も妹欲しい、妹欲しい、お姉ちゃん欲しい。あれ実際のお姉ちゃん、実際お姉ちゃん、私もお姉ちゃんです。あ、そうなんですね。可愛い妹欲しいな。あら、チェルさんは、私お兄ちゃんがいるんで。ああ、じゃあ妹なんだ。そうなんです、私が妹なんだ。そうなんだ、リアル妹なんです。リアル妹なんや。じゃあ妹の気持ちが分かる。あ、確かに、妹心が分かる、分かる、私分かる、私も分かるな。はい、こちらですね、姉御セリフを披露していただきまして、はい、一番だと思った方に、リコピンの公式お姉ちゃんになっていただきたいと思います。なりたい、なりたい、はい、なりたい、なんで私がちょっと僭越ながらちょっと判定をさせていただく形になるんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあですね、まずはじゃんけんで順番を決めていきたいと思います。よし、なるぞオッケー、当てるよね、意気込みの感じ、テンションが、なるぞ。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい、しゃー、最初はグー、じゃんけん、ほい、やったこれどういうことやろうか、誰から行くの、1番、じゃあ1番、じゃあ、あやさちゃん、僭越ながら、私2番で、はい、じゃあ、あやさんがラストを飾ってくださるということで、まずはお三方にお題を引いていただきたいと思います。はい、じゃあ、お題がね、じゃあ、僭越ながら、お題大事ですよね、姉御って書いてるから。姉御って何なんですか、姉御って書いてる、そこがポイントじゃない、うん、でもとりあえず、リコピンに響いたらいいからさ、うん、うわー、気になる。じゃあ、これ発表していきますかね。はい、はい、じゃあ、私のお題がこちらです。リコピンと些細なことで喧嘩してしまったよ。ここはお姉さんの方から謝ろう。おお、じゃあこのまま行く、うん、はい、そうですね。じゃあ私、あ、まずあやさちゃんから、うん、じゃあこのお題に沿ってやっていただきたいと思うんですけれども、準備はよろしいでしょうか。準備、オッケーオッケーオッケー。 お姉さん、私ですか、お姉さんスイッチ、あれ、発動した今、お姉さんスイッチ発動した、お姉さん、そうよ、姉御の方が、行くぞ、おばらいいですか、もちろんだよ、スイッチ、それでは1番目の、あやさちゃんからいきますよ、よーいスタート。ちょっとリコ、掃除しといてって言っといたじゃん。オラオラ系ですね。 お姉ちゃんごめん、かわいい、でもさ、私も掃除したもん、結構掃除したもん、でもさ、なんかこことかちょっと全然汚いんだけど、ちょっとリコちゃんと掃除やる気あんの？私でも頑張ったもん、ダイソーとかで頑張って吸引したもん。そっか、吸引力な、リコ、頑張ったんだ。お姉ちゃん、そっか、リコいつも頑張ってるよな。そんなリコにご褒美だよ。はい、何これ、ペン、 ありがとう、ペンかな、私の使用済みペンだよ。いつもリコは頑張ってて偉いよな、ちょっと怒っちゃってほんとごめんな、そういうこともあるよな。終了。ちょっと分からん、使用済みつけたら何でもいいと思うなよ。なるほど、 お姉ちゃんって何やっけって、考えさせられましたね。結構苦戦されましたか。思ってたより難しかったかもしれない。ちょっと響いて、これ難しいよ、難しい、響いてくれてたらいいな。響いてる、みんなちょっと見てみよう、ツンデレかってでも来てるよ。確かに、ちょまま、ちょままって言えばよかった。お題なんやんけって言われてる。お題な、お題これやで、だってリコピンと喧嘩したよ、お姉さんの方から謝ろう。うん、ペンあげちゃったけど。ですね。まんまアリサやん。アリサっぽさも、ね、確かにちょっとありましたね。確かにね。ツンデレお姉ちゃんでしたね。うん、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあレイチェルさん、お題をお願いします。はい、リコピンが震えている。
リコピンを温めてあげて。あれいいじゃない、いいじゃない、ちょっとやりやすそうじゃん。お題の引き方やりやすそう、優しい感じのそうですね、お姉ちゃんですね。はい、はい、じゃあ2番目のレイチェルさんいきますよ、よーいスタート。あれリコ大丈夫？すごい、ものすごい勢いで震えてるけど。え、ちょっとね、ちょっとこっち向いて。熱？あ、ちょっと、ちょっと熱あるかもね。おいで。リコ、温めてあげるよ。お姉ちゃんのぬくもりが、お姉ちゃんのぬくもりが染みていく。あれはずるいな。終了。ずるい、ずるいな。なちょっとレイチェルさん、私もさ、あやさん、あったかい服着てるけど寒い、なんか寒いけど暑くて、あ、熱あるかもしれない。え、待って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 。ちょっと熱あるかもな。かわいそうに。レイチェルさんにお熱。おっさんみたいな。え、待って待って待って。嬉しい。ちょっと待って待って。めっちゃいい。めっちゃいい。あやさん、あやさん、寒いな。どうした？寒いね。病気か、病気じゃない、ケイシーどうした、寒いね、どうした、なんか変なの食べた、痙攣してる、大丈夫かな、この人大丈夫、病院、病院行こう、病院やってよ私もこれやってほしい、ちょっとそうね、はい、いやこれはまあすごい良かったです、キスされるかと思って一瞬ドキッとしたんですけど、これはでもなかなかな優しい子で体温測っちゃいました、ありがとうございます。はい、じゃあ最後はアイアイさんにトリを飾っていただきたいと思います。なんでこんなんやんねん、やりづらいわ。アイナのお題、じゃん。テストで悪い点数を取ってしまった妹リコピン、励ましてあげよう。うん、やって、おお。大丈夫ですか？よし、励ましてあげよう。はい、はい、じゃあ3番目のアイアイさんいきますよ、よいスタート。リコ、あんたまたテスト隠したやろ。ごめん。お母さんめちゃくちゃ怒っとったで。ごめん、だって悪い点数取っちゃったから。いや、ほんまに、までもさ、お母ちゃんもあえて言ってるけど、私からすると正直テストなんかどうでもええんやんか。どうでもいいの？テストなんかどうでもええって。どうでもいいんだ。うん、点数よりやっぱ自分の人間力やで。そう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 、これから人生どうやって進んでいくか、それ次第やから。点数とか大丈夫大丈夫、おかんに怒られてもそこお姉ちゃんが守ってるわ。お姉ちゃんはこの間点数何点だったの？お姉ちゃん、お姉ちゃんこの間な歴史3点全然大丈夫やろ。だから全然いける、おりこいい子やん。あんたは元気出た、元気出た、うん、な、だからこれからもお姉ちゃんについてきて。うん、おーはい、カット。はい、いい、あの程よい、いいですね、母と姉の間感が、うん、でもこれな実際にあってん。お、そうなんですか？あった、あった、そうなんや、うん、あったからちょっとできたわ。あ、やっぱリアル姉としてね、リアル姉やった、これはな、なるほどね。でもちょっとお母ちゃん言うてて、おかんやったな、ちょっとおかん、あれ私おかんやった、ちょっとお母ちゃん入ってたけど、うん、お姉ちゃん分からんのかな、関西弁入るとちょっとお母ちゃん感じる、あとちょっと圧が出てましたね。うん、若干隠しきれへんかった、隠しきれへんかったから、うん、そうね、まあな、でもあやさんも結構好きでそういうお姉ちゃん、おいいなと思いました。でも3点しか取れない、3点しか取れない、人間力高いけどちょっと頭が弱いお姉ちゃんっていうのもなんかその可愛らしさがあるから、すごいいいなと思いました。え、どうしようかな、これはちょっと3人ともすごく悩ましいんですけれども、ここは公式な、うん、公式になりたい、優勝決めたいと思います。はい、優勝はレイチェルさんです。イエーイ、やっぱりもうレイチェルさんは割とすごかったですよね。もうね、あやさちゃんももうデレデレでしたし、ちょっと私もお姉、ね、私の公式お姉ちゃんってことでもいいですか？いいですよ。なんなんそれ、だって私の場合されてへんからな。じゃあもう病院やもんね。私病院連れてもらったから。そう、じゃあ結果なんやろな、もう公式じゃん、飲み友で。そうだね、公式の違いじゃん、プライベートやん。そこはもうそうやん。はい、ありがとうございました、楽しかったです、はい、以上 TP ライブチャレンジでした。